で今年第2回目のリンゴルキフューチャーズトーナメント赤城国際カントリークラブです。2グリーンの、ゴルフ場です。今日は第1グリーンで、ティーのハイザーが置いてある方のグリーンになるそうです。おはようございます。瀬賀桃香です。新潟県出身です。ベストスコアは63です。得意なクラブは、ユーティリティウッド系ですかね。はい、前回優勝、はい、おめでとうございました。ありがとうございます。現在、ポイントランキング第2位、はいはい、で今回もいい成績を出して、アメリカ行きを維持してください、はいはい、3人まで行けます。頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、お願いします。いつも出演してもらってありがとうございます。ありがとうございます、はい、大阪府出身の杉原彩香です。ベストスコアは63で、はい、得意なクラブは100ヤード以下のウェッジが得意です。はい、今回は優勝を目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。ありがとうございます。まだまだあと3回あるんで。そうです、アメリカ行くチャンスあるんで頑張ってください。はい、頑張りたいです。はい、よろしくお願いします。東京都出身の森花です。ベストスコアは66で、得意なクラブはパッティングです。今日は初めて回るコースなんですけど、優勝を目指して頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。こんにちは、神奈川県出身、熊倉理子です。ベストスコアは67で、得意なクラブは9番アイアンです。今日は集中して頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。今日は4組目になります。前回優勝の瀬賀選手、ナイスショー。ありがとうございます。熊倉理子選手、現在ポイント13点、今日優勝するとトップ5入りになります。フェアウェイ右サイド真ん中、ナイスショットだと思います。杉原彩香選手、ショットです。ちょっと左に巻きすぎですね。これは真ん中の木のすぐ右ぐらいがベスポジになっております。森花選手、フェアウェイ真ん中ちょい右、これもちょっともう少し右の方が良かったです。瀬賀選手、第2打目、残り直線距離140ヤードになります。フォローの打ち下ろしなので130強で、ね、いいのではないかと思われます。ピンの左に向かって飛んでいってます。距離はナイスオン。森原選手、残り123ヤードですので、115程度でしょうか。ピンの右、ちょっとショートか、あ、右バンカーには入らず、ギリギリ入らずラフです。熊倉選手、残り120なので、フォロー下り合わせて110。ちょっと右からドローがかかって綺麗に戻ったが、ちょっと大きかった、オーバーしてしまいましたが、ナイスオンです。ナイスオン。杉原彩香選手、一人だけ飛距離が違います。木がスタイミーになるので、ドローというかフックをかけていかないと乗りません。難しいショットです。さあ、フックをかけて乗せることができるか。
さあフックがかかって、右ラフになってしまいました。かかりきりませんでした。森花選手、ラフからの難しいショットです。上げないと止まりません。さあボールを止めることができるか。止まるか。杉原選手はセカンドカットからのアプローチです。下りのフックラインかなり下っています。パーセンテージ 50% 程度か。ファーストカットに引っかかってショートしてしまいました。熊倉選手、少々オーバーのナイスオンでしたが、下りの難しいパット、これも坂の強さパーセンテージで 50% でしょうか。打ち切れませんでした。長谷川文化選手、バウンディーパット約5m、スライスライン残り、打ち切れるか。グリーンが遅いようです。思ったよりも遅いようです。パーセーブなるか。読み切れませんでした。残念ボギーでした。ナイスセーブ、ナイスパー、ナイスセーブ、ナイスパー、ナイスパー。90ヤード、パンポグリーンは左から右に傾斜。今日は一番グリーンなので、真ん中より右につけたいところですが、ちょうど真ん中落下点でフェアウェイにベスポジです。真ん中着地の右へのバンドが目標です。ドローがかってきれいに真ん中より約右フェアウェイ、ナイスショットです。狙いやすい位置にいます。フェードがかかって真ん中より約右フレンドリバウンドで右フェアウェイ、これをナイスショットです。先ほど一人だけ飛距離が違った杉原彩香選手です。左にまっすぐ飛んでますが、これはあまり飛びすぎると、前の木がスタイルにならないか心配です。残り110ヤード中押し上げるので総裁110ヤード。ピン右、ちょっとショートしてしまいました。思ったより風が強いのか。さあ残り95ヤード、森原選手も ピン右、これもショートしてしまいました。風が強い、アゲインストが思ったよりも
選手が想像するよりも強いようです。さあ80ヤードですが、かなりの風が、ピンがとまっすぐ、ナイスオン、バーディーチャンスです。ナイスショット。杉原彩乃選手一人だけ飛距離が違います。フレンドリーバウンドで左に残って、残り約45ヤード程度でしょうか。さあ寄せて先ほどのボギーを取り返せるか。ショットオーバーですがバーディーチャンスです。ライさん、ナイスパー。さあ下り、惜しい、ちょっと1メートルオーバーになりました。さあこれは上りの若干のフック、広がるもの、ボギーを取り返せるか。フックの加減を読みませんでした。さあ、フックの選手開始のパーパットです。ナイスセーブ、ナイスパー。ナイス。3番ホールです。約190ヤード打ち下ろしの、若干右ドックというかピンの位置が左に切ってありますのでそのように見えますが、打ち下ろしのパー3です。綺麗にドローがかかって筋って飛んでますが、距離はあちょっと大きい、ちょっと大きかったです。これも綺麗にドローがかかってピンに向かって飛んでます。距離はお、ナイスオン、バーディーチャンスです。ワンピン以下か、ニアピン確定ショットでした。軽いドローばっかり、ナイスショット。ちょっと大きい、あと杉原選手アイアンです。風を見て持ち替えました。風は若干のフォローになっています。ドローがかかってピンに向かって飛んでいます。ナイスオン。さあ堀選手バンカーショットになります。
3m50 ほどオーバーしてしまいました。入るか、惜しい。ボギーとしてしまいました。ギリギリ入りました。アマチュアサイドから入りました。さあ熊倉選手、約1m、今日バーディーなるか。下りです。ナイスバーディー。